行っちゃう先に。あ、駐車場行きますか。あ、はい、ダメだこれ。終わり。こんなことある。僕たちダメです。さあでは、俺のキーワード聞かせていただきたいと思います。はい、フリーズレビュー。はい、まずフリーズレビューです。はい。はい、こちら。はい。前走5着以内、そして 100% 前走芝 1400m か 1600m です。はい、まあね、前回先週ディープインパクト記念はね、オープンか一緒クラス2着に該当する3頭のうちの2頭が2着と3着に入りヒントになりましたからね。はい、だから今回もちょっとね、これは楽しみです。はい、詳しく教えてください。はい、ありがとうございます。はい、まず前走5着以内ですが、過去10年の成績チェックしますと、馬券圏内に入った馬の30頭のうち25頭は前走で5着以内に入っていた馬で、9勝2着8回3着8回の好成績です。この条件をクリアするのはかなり重要といった感じです。はい、クリアするのはポリフォリア、そしてジューンオレンジ、トラさん、ベロベロ、トラさんベロベロと、ルーフとシングザットソングことになっちゃうってことですね。なるほど。トラさんベロベロって何ですか。ああ、トラベロベロ。トラベロベロ、ね、トラベロベロ。トラさんベロベロじゃん。はい、トラさんっていつもベロベロですけど、ちなみに前走6着以下で馬券圏内に来た残りの5頭は全て前走が阪神ジュベナイルフィリーズでしたので、好走率は低いですが、イティネラトール、ラートル、そしてリバーラ、ブトンドール、そしてムーンプロープはギリセーフ、なるほどですね。ということは残ったら9頭ということですか。はい、はい、そして 100% 前走芝 1400m か 1600m ですが、過去10年で連帯した20頭は全て前走が芝 1400m か 1600m を走った馬でした。ちなみに3着も8回なので、これはクリアしておきたい条件です。はい、さっきの9頭で言うと10オレンジとルーフが引っかかるので何頭になりましたよね、キャプテン。いや、なんかちょっと信憑性ありそうだな今回。ね、他のドーボックスを買えば、はい、ダイバーあたりには近づくんでしょうね。そうだね。まあ、前走 G1 で6着以下に敗れた馬を紐扱いにするなら、本命はポリフォリア、トラさんベロベロ、キングドットザットサンソングから選んでも良さそうだと。トラさんベロベロでいいけどね。トラさんベロベロでいいですよ、ね。トラベロベロ。いやー、俺ダメだったかもしれんな。もう反省してる。今から足せばいいんじゃない。明日からね。はい。はい。